へぇ、はいはい、はい、美容室向かいましたが、実はですね、予約が今日ではなくてですね、というのに気づき戻ってきました。はい、これからコワーキングの作業していきたいと思います。また明日美容室に行きたいと思います。今はさっき僕が話した小竹梅なんかどれの話をしてるんですか？竹梅の話をしてるんですか？あー、うるさい。まあ洗い出してみてっていうところで、まとめると、検索順位はできますと。はい、今日も最高の一日でした。で、まあ明日はですね、6時に起きて、そして7時からミーティングがあるので、それやっていきたいと思うんですが、本当にフリーランス僕めっちゃ向いてるなって思います。自分でいろんなこと決めて、優先順位決めながらやっていくって素晴らしいなと思っていますと。そしてですね、まあ、何よりやっぱりこう収入面というところですね、はい、本当に頑張っていかなきゃいけないなと思っていて、まだまだ自分の目標には達していないような状況ですので、はい、これからもガンガン行動していきたいと思います。では今週もじゃないや、今日も最高の一日でした。おやすみなさい。はい、髪型いい感じにしていきました。前髪下ろしバージョンですね、うん、めちゃめちゃパーマもいい感じです。これで YouTube の撮影とか今日やっていきたいと思います。後半戦も頑張ります。はい、帰ってきました。今ですね、19時ぐらいなんですけれども、これからですね、ちょっと今日はいい感じに髪の毛をセットしてもらいましたので、YouTube の撮影と TikTok やっていきたいと思います。そして、まあ今、現状で言うと、フリーランスになってからだいたい15日程度ですかね、だったんですけれども、まあかなりこう自分の中で、心境ですとかっていうのも、変わってきたところではあるので、この動画が多分上がった後ぐらいにですね、もう一個別のチャンネルで、フリーランスの裏側っていうのを話しているんですけれども、そちらの方で、まあ、実際にこう10日ごとに、僕がフリーランスになってからの、まあ、記録というか、っていうのを語る系の動画を出していきたいと思っておりますので、概要欄の方にそちら別チャンネルも貼ってますので、ジェストもチェックのほど。よろしくお願いします。はい。では、これから気合入れてやっていきます。なるほど。わかりました。はい、じゃあ早速始めていきますから、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、まずはチェックインというものから始めていきたくて、はい、今日のタスク全部終わりました。これからですね、コンビニ行って水を買ってきたいと思うんですが、さっきちょっとインスタライブしたんですけれども、やっぱり楽しいですね、ライブは。はい、まあ、YouTube でもちょっと YouTube ライブができればと思うんですが、まだちょっとチャンネル登録者数ですとか、あとは時間の兼ね合いですかね、っていうのはなかなかできてないので、はい、これからもどんどんインスタでライブとかしていきたいと思いますので、僕のインスタグラムですとかチェックしていただければなと思います。はい、
じゃあ最後残りですね、今日も最高の一日するために頑張ります。はい、今日も最高の一日でした。明日は朝6時に起きてやります。おやすみなさい。にその時こう招待しても恥じないぐらいの関係さんになってるみたいなイメージで仕事の部分とかなんですか。おはようございます。今日も最高の一日にします。じゃあこれからコワーキング行ってきます。はい、ちょっと今嬉しいことがあったので共有です。ですね、新規営業のメールをバンバン送ってるんですけども、なんと1件決まりそうというか打ち合わせのアポが取れました。はい、やってみるもんですね、本当に。やったことないことでメールをバンバン送って、とりあえずこう文章を考えて AB テストとかしているやったんですけども、それがいい結果を残そうかなと思っています。はい、なのでもうちょっとまたこれからも継続してやっていくのと、あとはあれですね、もう一個チャンネルの方で、その詳細とかまたお話ししたいと思うので、はい、ちょっと取り急ぎ、ちょっと嬉しかったので報告します。はい、終わりました。これから帰ってコーチングスクールまで休憩します。はい、今週も最高の1週間でした。で、今回はですね、新規営業が一つ決まりそうっていうところでめちゃくちゃ楽しみだなって思ってます。はい、やっぱり行動のみが未来を変えるってすげえかっこいい言葉を言うわけじゃないですけれども、本当に、まあ、新規営業とかやったことないですけど、やってみたらうまくいったみたいなところができそう、まだわかんないですけどね、はい、っていうところもあるのでめちゃくちゃ楽しみだなと思います。そしてこれからも、まあ、フリーランスとしてっていうところで、まあ、脱サラしたサラリーマンの、フリーランスになってみてどうなのかっていうところのリアルをバンバン発信していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんチャンネル登録めっちゃお願いします。もうマジでめっちゃと言っても1回しかできないんですけども、今めちゃくちゃこの YouTube 伸ばしたいと思ってますのでよろしくお願いします。あともう1個チャンネルやってますので概要欄からチェックしていただいて、ぜひともそちらの方もチェックお願いします。フリーランスの、ルーティンこちらがしてるんですけれども、まあ、実際に何て言うんですかね、フリーランスのなんか体験記みたいなところで、具体的にまあ僕今年収2000万稼ぐっていうのを考えてるので、実際の僕の年収報告みたいなところとかも話していけたらなと思ってますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ今週も最高の1週間でした。明日も大事なんですけどめちゃくちゃ仕事します。はい、やります。おやすみなさい。